数点 18MAMA 第1弾ラインナップ発表。日本公演には防弾少年団 &TWICE&IZONE が出演決定。写真イコールビッグヒットエンターテインメント数点 18MAMA Mnet アジアンミュージックアワードに出演するアーティストの最初のラインナップが公開された。グローバルファンを魅了する防弾少年団 TWICE バナワン IZONE がその主人公だ。日本公演には防弾少年団 TWICE IZONE が出演する。全世界でブームを巻き起こしている防弾少年団は、数点 18MAMA ファンズコートチョイスインジャパン、日本、埼玉スーパーアリーナ、数点 18MAMA in ホングコング、香港、AWE のステージに登場する。今年発売された、Love Yourself シリーズの2枚のアルバムが韓国の歌手として初めて込め、ビルボードに、00で1位になったことはもちろん、ホット100チャートでもトップ10にランクインする快挙を達成した。最近では韓国の歌手として初めて米ニューヨークシティフィールドでスタジアム公演を成功裏に終えた防弾少年団は、史上最年少でアイドル歌手としては初めて花冠文化勲章を受賞した。また、米ニューヨークで開かれた国連定期総会の演説者として、世界中の若者たちに感動と希望のメッセージを伝えるなど、ものすごい影響力を発揮している。数点 17MAMA で、今年の歌手賞を受賞したことはもちろん、まあまあの歴史に残るレジェンド級のステージを披露し、ファン、たちを歓呼させた防弾少年団が、数点 18MAMA のステージではどんなパフォーマンスを披露するか、早くも期待が高まっている。写真イコール JYP エンターテインメント、数点 18MAMA ファンズコートチョイスイン JA。ファンに出演する TWICE は昨年に続き、今回の日本、まあまあのステージに登場する。日本での高い人気に支えられ、アリーナツアーを成功裏に終えた TWICE は来年、K-POP ガールズグループの中で初めて東京ドームを含めたドームツアーを開催するという計画を明かした。日本列島を盛り上げ、高い人気を得ている TWICE が今回の、数点 18MAMA ファンズコート、チョイスインジャパンではどんな姿を見せてくれるか、ファンの期待が高まる。写真イコールスイングエンターテインメントワナワンは、201.8MAMA in ホングコングのステージに上がる。昨年 Mnet プロデュース101シーズン2を通じてデビューし、ブームを巻き起こしたワナ ONE は、今年も発売する楽曲がいずれも1位を獲得し、ワナワンブームは今も続いている。6月、ソウルコンサートを皮切りに、世界14都市を回る3ヶ月間の海外ツアーを行い、グローバルファンまで魅了した。昨年、まあまあ、で、男性グループ賞、男性新人賞、ベストオブネクスト、なんと3冠を達成したワナワンの人気が今年も続くか期待が高い。写真イコールオフザレコードMnet、プロデュース48を通じて誕生したグローバルガールズ部。グループ IZONE は、数点 18MAMA ファンズコートチョイスインジャパンに出演する。デビューアルバムから大ブレイクしたことはもちろん、話題性も抜群でスーパールーキーの登場を知らせ、
た IZONE が初の、まあまあ、のステージではどんな姿を見せてくれるか、これからが注目される。1日、数点 18MAMA ノミネートの公開とネット投票が本格的に始まり、グローバル音楽ファンから関心が集まった。To Piao No Gong She Has Hodegu とする韓国国内外の大型ポータルサイトでリアルタイム検索ワード上位に上がるなど、まあまあ、は早くから話題になっている。5日には、2018MAMA ファンズコートチョイスインジャパン、12日には、2018MAMA in Hong Kong のチケット販売が開始される。日本は、チケットピアと UP、ライブパスで、香港は HK ティッケティングで販売される予定だ。2018MAMA は来月10日、韓国東大門デザインプラザ TDP を皮切りに、12月12日に日本埼玉スーパービーナ、12月14日に香港 AWE アジアワールドエキスポアリーナで開催され、世界中の音楽ファンと出会う。防弾少年団 2018MAMA 10周年を記念するスペシャル映像公開、最初の主人公として登場、今年も日本上陸 2018MAMA 12月埼玉スーパーアリーナにて決定、韓国、香港、日本の3カ国で開催へ。